はい、珍しくね、会議をみんなに見せることになっているんですけれども、今僕らオンラインサロンっていうのをやってるんですね。で、オンラインサロンで2人があまりにも寒いと、オンラインサロンでディスコードっていうのをやってるんですけど、あまりに寒いというつぶやくせいで、そのオンラインサロンのメンバーの方から、そのホットカーペット、すごいでっかいホットカーペットが送られてきてしまったんですよ。それは二人があまりに寒いと言ったせいで、欲しいに聞こえてるんですよ。オンラインサロンのメンバーの人たちは寒いから欲しいに聞こえてるんですよ。だからそれは本当にオンラインサロンのメンバーの方、今入ってくれてる方々に謝ってください。ちゃんと、オンラインサロンの中で寒いと言ってしまって申し訳ございませんでした。僕の方からも本当に申し訳ございませんでした。最近出してる動画もお金ない言ってるからかわいそうだなと思って送ってくれちゃったりするから、つぶやくこと一回考えてからつぶやいてもらわないと、気をつけて。今つぶやこうとしてるの？違う。そのオンラインサロンのディスコードにつぶやいたのは、あのカーペットが届いてからなんですけど、あのカーペットはもう届いていたのかい？届いてある人から寒いってつぶやいといてって、やめとけって。それはおかしいよ。誰かのせいにしようとしてるの？違います、その人を売るつもりはないんですけど、僕らだけが責められるのはちょっと違うなと思って、自分らが寒いつぶやいてたのに誰かに言わされたみたいな風な僕らは寒いってつぶやいてないんで言ったらおかしいなって言ってるだけです。つぶやけとは言われる。そう、つぶやいてって言われましたけど、つぶやいてって言われてつぶやいたからこれが来たんだ。違います。だからもう届いてたんです。届いてからつぶやけって言われたんでつぶやいたっていう。まあそうですね。そうですねってなんだよ。見てる皆さん、とんだ茶番を見せてしまい申し訳ございません。昨日デイズのネタに困った僕は、2人にデイズのためにオンラインサロンで寒いとつぶやいてくれ僕がいい。実際はこのホットカーペット3日前ぐらいにはもう来てまして、はい、こちら本当にあのオンラインサロンの方にいただいたので本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕ら今基本的にはオンラインサロンの方々に生かしてもらってるという形の生活なんで、もしよかったら見てるみんなでかわいそうだなと思う方がいましたら、ぜひオンラインサロンに入ってかわいそうな人たちも違う、それはやばい、それはやばい。今さっき責めてたことを言ってるよ。いやでも実際ね、そのオンラインサロンでその毎月ね生放送みたいなのもやってるんですよ。その中で確かに俺ら寒そうな格好して、いや今日も寒いねって言って放送してたのは事実だから、気にはなってるよね。そのみんなそんな寒い中で仕事してるんだみたいな。なんでね、そのかわいそうだと思った方は、ぜひオンラインサロンの方によろしくお願いします。いや別にそういうつもりじゃないんだけど、せっかくいただいたんでホットカーペット引いていきましょうか。やった、いいな。ここがいいんじゃないと思ったけど、4畳はここにやるんだとしたらこのテーブルとかでどかしちゃった方がいいんじゃないですか。そうだね、確かにそうだ。
ちゃダメだって思ってる人は言ってください。ね、はい、それではですね、はい、今ホットカーペットの方式終わりまして、はい、足あったかく過ごせそうです。まあ今日はホットカーペットを引いてみたよっていう回でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではまたね。土日は休みだよ。俺はウーバーイーツ。